はい、えー、今回も高取コミュニティセンターにはいろいろな外国からのインターン生をお迎えするんですけれども、こういう方に来ていただきました。自己紹介お願いします。みなさんこんにちは、インドネシアから参りましたチェリと申します。ハローアップ、カバー、スモアニャー、アコチェリ、ダリインドネシア。はい、そして。 まずはインドネシアの紹介からお願いします、はい、じゃあ,あの、うん、皆さんも知っているかもしれませんがインドネシアは東南アジアで一番大きいの国、うん、また世界中で4番目人口多いの国です、うんえー。私はジャワ島のジャカルタ元首都に住んでいます。 去年からその首都はカリマンタン島に移動しました。はい、あの矢印のついてるところがジャワアイランドなんですが、カリマンタンっていうのはどっち側なんですか？はい、カリマンタンは少し、うんえー、その矢印から上、うん、そちらに移動した。すごいですね、はい、首都が移っちゃうって。うそうですね。<laughs> ちょっと悲しい？<laughs> うん、まあ悲しいとか <laughs> まあまあ。 <laughs> <laughs> でも決ま決まったことですからね。はい、はい。そしてあなたがこの大学に行ってるんですね。はい、えー。この兵庫県立大学の大学で通っています。学部は国際商経学部と、うん、グローバルビジネスコースの四年生です。はい、えー。この今写ってるお写真が兵庫県立大学で大変有名な建物ですけれども、えー、はい。そこの前に 立ってる皆さんはどなたなんですかあそこで立ってるは私と、うんえー、大学にいるインドネシア人の友達7人ですでは今のところ、えー、インドネシア人の留学生っていうのは7人はいあそうですかえっ、ー、と女性の方が多いのかなそうですね女性が軍人で男子は2人だけです<あ> <laughs> インドネシアも留学するのは女性が多いんですかまあ うん、私の楽器なら女性が多いんですけど、うん、後輩とか男子が多いですうん、うんうん、なるほどでもあの日本もたくさんが大学がありますけれど、うん、兵庫のこの県立大学に来てくれてどうもありがとうございます<あ>テレマカイこちらこそ <laughs> よかったですねこちらこそよかったですす,すごい素敵な本当に大学です、うん、そして日本に来てよかったことこれをお話しくださいはい、はい えー、日本に来てよかったことがいろいろあるんですけど、うん、一番よかったと思うのは日本に来る前になんか日本人の友達や留学生の友達を作りたいけど、うん、どうやって作るのがわからないのでで最初に日本に来る時に、えー、1年生と2年生時に大学の国際寮で住んでその 一つの部屋で日本人の学生二人と留学生の学生二人一緒に四人で暮らしているので、そこから友達が作ります。それはすごいいい考えですね。そうですね。そして季節もインドネシアでは一年中に夏しかないですよ。本当に夏しかないんですか。そう。毎日暑いです。まあ時々だけ雨が降ったり、まあ。 そして日本に来てから夏じゃだけじゃなくて夏秋冬と春が経験することができるのでとても嬉しいです。この写真はすごいですね。はい、ここは白川郷今年の冬です。とても雪が多かったです。はい。えでもこの雪の中ってこれだけの雪はまあ日本の中でも少ないんですけれど。ああそうですか。やっぱり。 こう感動しました、うん。本当に感動しました。はい、もう最高です。はい、<laughs> そして次は日本文化を経験することです。うんはい、えー、あ、次に、はい。え、ちょっとこのあの写真の説明だけインドネシア語でもお願いします。はい。はい ya uh, jadi foto ini kita ambil di Shirakawago hmm. itu sebuah kota lama di daerah Gifu di mana banyak rumah-rumah lama Jepang dan kebetulan di situ juga saljunya deras banget. Jadi teman-teman bisa lihat saljunya sampai menumpuk banget. Waktu itu kita ke situ pas awal tahun musim dingin jadi saljunya lagi numpuk-numpuk banget. Teman-teman juga boleh ke sana kalau penasaran. Hmm. Hai. Dia, 次は文化ですね. Hai. Hai. これもまた可愛らしい写真です。ありがとうございます。この写真でなんか友達と4人で京都の清水寺に行きました。着物を着てるじゃないですか。そうですね。着物着物を着たりお寺に歩いたりまあいろんな日本食を食べたりすごく日本文化を経験する経験する機会になりました。機会になりました。 でえーまあ、このお写真もとても珍しいんですが桜も綺麗なところで見たんですね。そそうですねなんかそれはう大学のの近くの公園で撮りました大学もね随分こう、えー、お花があったり木々もあるようなところですからとてもいいと思います、はい、ではこちらのこともやっぱりインドネシアの皆さんにご紹介くださいあはい。 Jadi di foto ini eh, aku sama teman-temanku pergi ke Kyoto, kita pakai kimono sambil jalan-jalan eh, di jalan-jalan, oh, eh, jalan-jalan ya? <laughs> di kuil, kita juga makan makanan Jepang. Ya itu salah satu pengalaman eh, merasakan budaya Jepang, walaupun masih ada banyak lagi pastinya. Dan juga yang ada foto di Sakura itu itu tuh di dekat eh, universitas loh. Jadi kalau kalian mau lihat sakura sebenarnya nggak usah jauh-jauh, nggak -jauh. harus ke Kyoto kemana, tapi di dekat universitas atau di dekat rumah kalian pasti ada banyak pohon sakura. えー、そしてまたあの兵庫県立大学兵庫県に来ると。奈良とか京都とか、うん、そしてまた大阪。うん、あの、この割に近畿圏に日本の文化だったり、うん、いろんなものを体験できるところが。はい、すぐ電車で行けるっていうのは便利じゃないですか。はいはい、そう、本当に便利です。<laughs> なんか神戸で住んでいることが本当に良かったです。<laughs> <laughs> はい。あの、ぜひインドネシアの方々も、えーうん、東京とかね。 有名ですけれども、うん、この神戸もぜひ来ていただきたいなと思います。うんすね、ぜひ、皆さん行ってみてください。ど,んどんもども、ライオーんご神戸。でかたり、お酒を取るの、はい、ありがとうございます。<laughs> はい、そして、また、まあ、これもまた美味しそうなものがたくさん。はい、ちょっと、好きな食べ物や、うん、あの、好きなところを紹介したいと思います。うんうん、はい。はい、好きな食べ物は。 まあ寿司お寿司は大体好きだけどイクラ寿司は特に好きです。<laughs> はい。<laughs> のインドネシアのレストランでも、うん、まあうお寿司とかいろんな日本食もあるんですけど、うん、特にイクラ寿司は日本インドネシアのレストランであんまりないです。そうなんだ。んはい。なんかイクラを売ってるレストランは結構少ないです。うん、けどう日本にう行ったら、うん、まあ。 お寿司のお寿司屋さんに、うん、全部いくらが売ってるので、うんうん、結構嬉しいですプチプチするのが好きなんです、ね <laughs> うん、プチプチする、うん たこ焼きも、インドネシアでも結構売っていますよ。びっくりですね、それはね。うん、そうそう。うん、なんかインドネシアで、屋台はすごく多くて。うんはい、けど、その屋台はインドネシア食じゃなくて、うん、ま特にホットドッグとか、韓国食とか、たこ焼きも売っています。なるほど。でも、やっぱり、その日本に売っているたこ焼きと、インドネシアのたこ焼きは。<laughs> ちょっと違う。本当に違うです。はい。わかりました。 そして好きなところは温泉です。インドネシアでは温泉のはないですよ。これがすごい不思議です。火山があんなにあるのに、温泉ないんですね。それはなぜかね。多分インドネシアでは、その温泉に入る文化はないので。暑いから、こうシャワーだけとかね。そんな感じかもしれない。そうですね。なので、最初に日本に来て、なんか友達から誘った。一緒に温泉に行きましょうと。まあ。 Uh, 温泉に行ったら、うん、私のイメージでなんか水着とかなんか温泉に入ったりうんうん、うん、そうですねスパーみたい、はいうん、で私あ安全でその温泉に入って、うん、でみんなが服をぬるいてぬ脱いて脱いで脱いで,ですごくびっくりしました <laughs> 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 まあでも、uh, その、uh, 冷たい風の中に、うん uh, 熱い温泉の湯に入ったりすごく 気持ちいいです、うん、なるほど、うん、特にこれは岩場の露天風呂ですからすごいあ、向こうに見えてるのはあのブリッジそう明石海峡ですね。す <laughs> もう景色も最高です <laughs> そうですね、まあ、こういうのはなかなかないかもしれません、うん、ではそれの素晴らしさをまたインドネシアの皆さんにどうぞはい Eh, jadi ini makanan kesukaan dan tempat kesukaan aku di Jepang. Jadi kalian mungkin juga udah sering ya makan sushi di Indonesia. Di Indonesia banyak restoran sushi, tapi nggak semua restoran sushi jual ikura kan? Ikura itu kayak telur ikan salmon gitu. Sementara di Jepang pasti di semua tempat sushi ada ikuranya. Jadi ikuranya ini enak banget kayak kalau digigit tuh kayak pecah-pecah. Jadi kalau kalian ke Jepang harus dicoba. Takoyaki juga. Kadang kan pedagang kaki lima jual gitu kan takoyaki yang satunya seribu atau dua ribu. Tapi rasanya beda banget sih sama yang di Jepang. Teksturnya, dalamnya. Ya, jadi kalian harus coba dan juga buat tempat onsen. Di Indonesia tuh nggak ada onsen ya. Mungkin ada beberapa tapi di daerah terpencil dan aku belum pernah sih ke onsen di Indonesia karena nggak ada budaya masuk ke onsen. Tapi di Jepang tuh onsen ada di mana-mana. Dan kalian terutama pas musim dingin nih kalian kayak dingin-dingin udaranya di luar masuk ke air onsen yang anget enak banget. Kalian harus coba. Hai. Demo ya, Nihon de komanta desu ne. 行った時に一番困ったことはプライバシーについてです、うんえー。インドネシアにいる時に何、うん、か友達と出かけたら、うん、絶対写真を撮るんですよ。うん、そして写真を撮ったら、うん、まあ気軽に SNS に載せたことが多いです。うんうん、でも日本に来たら何かいつも写真を撮ったり何かちょっとだけ顔を写っても、うん、絶対 SNS に載せたらまずは友達の、うん 友達と確認すする必要がありまなので友達の SNS でそのいっぱいう人の顔がモザイクになることって、ええ、本当に <laughs> びっくりしました。うんうん、インドネシアならそれは犯罪者だけです。うん、なるほどなるほど <laughs>、うん。そして時間を完全に守ること。うん、これは 正直本当に大事なことですけどインドネシアであんまりしてないです <laughs>、はい、<laughs> まあインドネシアなら友達となんか1時に会いましょうと約束をしたら、うん、まあ2時か3時で <laughs> すごいねそれは <laughs> そこまで会うことが多いですよまあでも日本で日本人の友達と約束をしたら絶対時間が守るのでそれはうん いい勉強になりました。<laughs> はい。そう。そして最後はルールがきつい。うんうん、うん。特に交通のルール。あなるほど。うん。なんかインドネシアで交通のルールもあるんですけど、うんうんうん、あ,あもちろんですね。はい、<laughs> もちろんです。でもあんまりみんなみんなは従順しないです。<laughs> もう交差点が赤くなっても、うんうん、もうみんなは勝手にシューン勝手に <laughs> 歩いて。<laughs> あ車来ないピュって言って行っちゃうんですね。そうそうまあ車もピューピューピューだけどもう車と人はなんかうなん <laughs> 戦うみたい。すごいね忍者だな。はい、もう本当に危ないです。もうやめてほしいんですけど <laughs> インドネシアでみんなそうやってるけど、うん、まあ日本でその交差点が赤くなったら、うん、もうすぐみんなが止まって、はい、まあ最初車車がまあゆっくり歩う通っていくんです、ね、通っていくはい。 Nah, soko jadi di Indonesia seperti yang kalian tahu ya kita juga punya peraturan peraturan lalu lintas peraturan apa tapi uh, kita tuh kayak suka ngelanggar gitu kan mau lampu merah udah lewat aja jadi kayak orang lewat mobil lewat terus itu kayak Lomba-lomba sebenarnya itu bahaya banget. Makanya, pas awal ke Jepang, tuh kadang aku suka lupa kalau lampu merah tuh kayak stop, jangan jalan gitu meskipun gak ada mobil. Tapi lama-lama di sini jadi kebiasaan, kan? Dan itu memang sesuatu yang bagus biar kita lebih aman gitu, dan juga tentang... Uh, waktu ya, kita tuh kayak harus uh, melindungi waktu Misalnya kalau kayak janji ketemu jam 1 Kita kan suka ngaret nih jam 2, jam 3 Tapi kalau di Jepang kalian janjian ketemu jam 1 harus muncul jam 1 Telat 5 menit pun kan harus izin dulu Bilang, eh sorry aku telat 5 menit gitu Itu sesuatu yang bagus dan ya awalnya Walaupun aku masih belum bisa ngelakuin itu dengan sempurna Tapi sekarang aku belajar Hai Terima <laughs> 4年間日本で勉強しましたので日本に来たいと思うインドネシアの学生の皆さんに、えー、いろんなことをお伝えいただきたいと思います。はいえー、これは日本の大学に通っていいところ、うんうん、これからインドネシア軍にお話しします。うんはい Jadi aku mau kasih tahu keuntungan apa aja dari kuliah di Jepang. Mungkin banyak dari kalian yang mau kuliah di Jepang terus kalian mikir apa ya untungnya dibandingin kuliah di negara sendiri yang lebih nyaman, ada keluarga. Pertama-tama buat aku sih, kita bisa merasakan kehidupan di negara maju. Ya seperti yang kalian tahu Indonesia itu negara berkembang kan. Masih banyak hal-hal yang e, masih kalah lah dibandingkan negara lain. Jadi tuh dengan kalian e, ngerasain kehidupan di negara maju, kalian bisa ngerasain teknologinya beda. Terus kayak eh, peraturannya juga pastinya lebih dijaga dan kayak banyak hal yang gak bisa kalian rasain di Indonesia. Kemudian belajar untuk lebih mematuhi peraturan itu juga yang tadi aku udah kasih tahu di Jepang tuh disiplin banget kalau ada peraturan harus ditaati. Sebenarnya memang harusnya begitu, tapi kita kan sering tidak menaati peraturan ya. Jadi ini juga sesuatu yang kayak bisa kita pelajarin lebih dalam di Jepang. Kemudian, ini pasti kalian semua juga mau, ya. Punya teman baru dan banyak pengalaman baru, gak cuma di Jepang. Kalau di negara lain juga bisa ngerasain, cuman uh, terutama buat aku sih, buat pengalaman aku di sini, punya teman dari banyak negara, gak cuma teman dari negara Jepang, teman dari Thailand, Vietnam, Rumania, dari mana-mana. Itu pasti jadi pengalaman yang berharga buat kalian, dan kalian juga bisa merasakan indahnya perbedaan budaya. Ja

kalau di Indonesia mungkin kalau panas pakai kaos tipis, kalau dingin pakai jaket. Tapi di sini tuh ada banyak level kedinginan gitu. Kayak dingin sedikit, dingin banget, menggigil. Jadi kalian kayak kalau bisa siapin baju kayak yang jaket tipis, jaket tebel, mantel, daleman yang hangat. Tapi kalau misalnya kalian kesusahan nyari di Indonesia nggak apa-apa. Kalian bisa searching dulu sebelum ke Jepang karena di dekat tempat kalian tinggal mungkin ada pasti ada banyak gitu toko-toko yang jual baju dingin. Terus yang kedua ini yang aku juga sebelumnya kayak luput dari perhatian aku gitu. Itu pakaian dan atribut tradisional Indonesia. Mungkin kita pikirkan buat apa ya kita bawa baju tradisional Indonesia. Tapi kalian di Jepang tuh terutama kalau kalian kayak banyak kegiatan dengan yang pertukaran budaya pasti ada mereka kayak nyuruh kalian pakai baju tradisional, kayak kebaya atau batik. Jadi akan ada untungnya kalau kalian bawa beberapa lembar ya buat dipakai atau dikasih lihat. Kemudian yang ketiga, makanan dan bumbu-bumbu Indonesia. Ini juga kalau misalnya kalian kangen kan makanan Indonesia, kalian bisa masak sendiri atau makan. Bumbu-bumbu juga bisa kalau kalian mau masakin buat teman kalian yang orang Jepang atau orang negara lain biar mereka bisa cobain masakan Indonesia. Hai, hai. そして次はこれはやっぱりえっとインドネシアにいた時の気持ちではなくて日本に来てからのことですよねはい、はいえー、次はその日本に来てからのインドネシアの見え方を、うん、紹介したいです3 a 年後もおかしとうにヤンアクダ aku ア i n g g a l d i s i シ i インドネシアでリガチャマタオランジパンパタマタマカロキ k ビランカレンタオインドネシアン l b シ l a n g Bali ン a s i goreng dan umat muslimnya banyak. Mungkin e, kebanyakan orang taunya itu-itu aja kali ya. Tapi sebenarnya negeri kita tuh punya budaya yang kaya dan melimpah loh. Dan setelah e, misalnya ini ada acara pertukaran budaya, kita-kita yang dari Indonesia pada kayak nari atau nyanyi, pasti orang-orang Jepang kayak pada kagum dan kaget gitu, kayak wah ternyata Indonesia budayanya melimpah ya terutama pas kita ceritain kita ada banyak banget tarian daerah dan lagu dari berbagai daerah Indonesia juga punya banyak suku agama ras itu tuh mereka kaget banget karena e, sangat bervariasi gitu kemudian ada banyak ada beberapa kemiripan juga dengan Jepang kayak misalnya orang Jepang juga punya loh lagu nona manis tapi pakai bahasa Jepang dan kayak ada beberapa makanan Indonesia yang mirip makanan Jepang gitu di situ itu sesuatu yang menarik dan pastinya Ke ang, ya ya. もし、えー、と今日本の人たちにインドネシアこんな風なところがありますよって伝えたいというところは他にどういうところがありますか、hmm. eh? あの今 みんなに聞いてみたら、うん、バリーっていうのはとてもインドネシア人有名、うん、でナシゴレンっていうのも有名、うん、ムスリンっていうのも有名だけどそれだけじゃなくて、うん、インドネシアの魅力もっとあるよっていうのを日本の方にもっと知ってほしいわけですよね。うん、そうです、ね、なんか、うん、インドネシアはバリー島じゃなくて、うん、他の <laughs>、うん、いのい,いい島もありますよ。 まあジョクジャカルタとかジャカルタとかロンボクとかあロンボクもね、とても綺麗な景色もあるなので、まあ日本人の皆さんもぜひインドネシアに行ったらバリーだけじゃなくて他の場所もぜひ行ってみてください。でナシゴレンだけじゃなくてもっと美味しいものもありますね。ミゴレンサテガルガルソトンペンペ本当に多いです。皆さんもぜひ食べてみてください。はい、行ってみないとわからないっていうことはたくさんあるかもしれませんね。そう。 ですじゃあ反対にチェリーちゃんがインドネシアにいる時日本を見てたっていうのと来たらやっぱりゴロッと変わりましたか、うんうん、それも全然違うです <laughs> なの日本もなんかアニメとかだけじゃなくて本当にいろんなところいろんな文化やうん、うん、いろんな知らないこともあるので、うん、もう皆さんインドネシア人の皆さんも、うん、来なかったら分からないと思います <laughs> じゃあそれもインドネシア語で、はい Teman-teman yang dari Indonesia juga pasti banyak kan yang penasaran mau ke Jepang. Terus kalian mikir kayak, wah Jepang pasti kayak ini kayak Manga, kayak gini-gini gitu. Tapi eh, aslinya meskipun mungkin ada kemiripan, gak semuanya sama gitu. Ada banyak banget bagian yang beda. Entah budayanya, makanannya, kebiasaan orang-orangnya. Dan kalian gak bakal tahu kalau kalian gak kesini. Jadi kalian juga kalau mau ke Jepang silahkan kesini ya.

FMYY のありますそして、えー、高取コミュニティセンターに来てくれたことで、はい、よりこの神戸の日本の多様性もベトナム人がいたり、うん、ラテンの人がいたり、はい、っていうウクライナの人もいたりいい経験しましたね、はい、本当にいい経験しました <laughs> はい。では最後に、えー、皆さんにありがとうの気持ちをお願いできますかはい皆、えー、さんご清聴ありがとうございます

Never forget the Great Hanshin Earthquake, January 17, 1995. From Nagata FM FM